はい、今日はとっても素敵なところにお邪魔しております。さきちゃんの開運パームリーディングのコーナーなんですが、さきちゃん、ここは一体どこで、はい、この素敵なゲストさん、どなたなのかご紹介してください。はい、ここはですね、東京の、はい、西武池袋線沿いにあります西所沢という駅からすぐの、はいはい、西の所コーヒーという西の所コーヒー、はいはい、コーヒー屋さんでございます。カフェでございます。すっごい素敵ですよね、ここね。そうなんですよ、落ち着きます。じゃあ、ね、ここのコーヒーに惚れ込みまして、はい、紹介していただいて、めっちゃイケメンのマスターを紹介いたしますね。はい、はい、伊藤正彦さんでございます。あの、はい、焙煎師の、あ、コーヒー豆を焙煎するとこからやってるってこと、はい、ここ、そうなんです。キャ、それは素敵ですね。素敵でしょ。うん、とっても素敵、はい、ということで、はい、自己紹介をお願いいたします。どうも、はじめまして、はい、伊藤と言います。よろしくお願いします。はい、はい、めちゃくちゃ言うのもなんなんですけど、私の手相変わってるんですけど、はい、あの、私のね、手相って両手違うんですね。で、うんうん、それとそっくりな男版の手相を持ってる方なんですよ。だからね、今日ね、いつもだったらカンペあるんですけど、なくて喋れちゃうっていうね。同じなんだ。ほぼ似てる。でも、ね、右手は右手、左手は左手でそっくりなの？そうなんですよ。それ珍しいですね、本当に。で、ちょっとね、久しぶりにこう分析をさせていただきます、うん。ぜひぜひぜひ。でも その前にね、はい、しっかりとちょっと、はい、あの、何かちょっと経歴なんかもよかったら。あ、経歴ですか。はい、よかったら。ですね、20代から30代までは音楽業界っていうところでちょっと裏方でお仕事させていただいてまして、アーティストさんのファンクラブとかツアーグッズを作って全国回ったりとか、はい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 、そんなことをしながら、そのうちに、アパレルの方でお仕事して、で、今年の、夏ですね、7月からこちらの、コーヒー店の焙煎師として頑張って。つい最近の話じゃないですか。そうなんですよ。あら、びっくり。はい、はい、あの、実はですね、今はさきちゃんの手相を中心としたコーナーなんですが、この後にですね、私が直接このお店のことを伊藤さんに伺いたいと思うので、細かいお話はその時にまた伺わせていただきますね。でも、今年の夏にスタートしたばかりのとっても居心地のいいカフェ、はい、そこを急遽開けるようになっちゃったってそうなわけですよね。そうなんですよ、うん、だからそれだけの経歴があるにもかかわらず、はい、なんでっていうくらい、ね、大きな大転換、トントンってね、仕事がね、変わるし、何屋さんっていうくらいの手相の持ち主なので、うんうん、はい、今日のテーマはですね、はい、働き者、働く手相っていうことで、はい、仕事大好き人間の手相なんですよ。そっか、じゃあ働くのやめたらば、うん、ちょっとダメになっちゃうかもしれないみたいな。まあ、ダメにはならないんだけど、要はですね、仕事がないと、うん、ダメなんですよ。でも、仕事があると行けなくなる。行きたくなるの。もう飽きちゃうの。っていうね、飽きちゃうわけじゃないんだけど、極めたら次行きたくなっちゃうって、そんな手相の人なんですよ。え、さきちゃんもそうなの？ガツガツ。さきちゃんもそうなの？そうですね。へぇ、ね、ある程度やったらね、もう次来たよ。あー、ちょっとだけ私もそうかもしれない、うん、で、それがね、うんうん、ガチ男版だから、もうちょっとね、親切的で、はいはい、しっかりと論理的なんですよ、はい、へぇ、そっか。男性版だなので、結構ね、うんうん、辛口タイプなんですよね。なるほど。でもね、働き者の手っていうことがテーマで。そっか。あ、じゃあ私働き者じゃないから、そこ違うわ。秋っぽいっていうところが一緒なんだけど、なんかね、うん、ドキッとしますね。マジか。確かに仕事っていうかね、次から次へと興味のあることに、うん、いろんな仲間を巻き込んでやっていくのが、ね、好き。好き。なんかこうプロジェクトゼロから立ち上げて成功すると、わかる。なんかもう次旅立つみたいな、そんな感じですね。なるほど。ということで、はい、早速手を見せていただきたいと思います。はい、どんな線が、はい、その働き者をっていうか、はい、仕事大好き人間なのか、うんうん、ね、だから結婚したらもう働き者だから自由にさせてくれないと切れちゃうんですよね。でも義理人情にはいって言ってそうなんで、ちょっとその辺をちょっと紐解いていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと両手を出していただいて、はい、ですね、この特徴なんですけど、はい、左手がマスカケなんです。はいはいはい、よく出てくるマスカケ線、はいはい、でしかもですね、はい、
その上に感情線もある、はい、二重感情線、マスカケでありながら二重感情線っていうね、ちょっとね面白いテーマなんですね。なるほど、さきちゃん、マスカケ線についての簡単な説明を今一度お願いしてもいいですか。ですね、マスカケ線というのはですね、天下取りの線とも言われているんですが、はい、波乱万丈線とも言われていまして、はいはい、あのマスカケがあるからすごい幸せというわけではないんですけど、波乱万丈だもんね。そうなんです、うんうん、いい時はすごいもうね、はい、エネルギッシュなんですよね。だけど、うんうん、なんかこう気持ちがマイナスになるとゼロポイントで下がっちゃうんですよ。気持ちが反動でドーンっていっちゃうんだ。だから仕事すごい大好き大好きってやってんだけど、うんうん、情熱がなくなるともういいやってスコーンってやっちゃうんですよ。どうですか。あそっかそっか、そういうところを持ってるんだけど、はい、生活をするにはねやっぱ普通の人間にいなきゃいけないわけですよ。やっぱりコンスタントさっていうのも重要になりますよね。そうなんですよ、普通の人間生活していくには。だから、うん、なんか一生懸命ね普通にね即じゃないですか、うん。わかります。はい、あのちょっとね、あとでちょっと見せますね。はい、はい、それあのね、ホームページの方で写真撮らせていただいたもの載せますので、はい、それとぜひ照らし合わせながらね、はい、聞いていただくといいですよね。そうなんですよ、それで、はい、やっぱりこっちは普通にね生活をするために、はい、まあ、あの一生懸命社会に馴染もうとしてるから、はい、あの結構ですね、なんかよく見る手相なんですけども、右手は、うん、一般社会に馴染もうとしてる線、うん。ところがですね、はい、あのポイントがありまして、はい、実は伊藤さんの手相はですね、はい、あのこのガッと見せるとあれなんですけど、ちょっと緩めていただくと、ここにですね人生成り上がり線というのがあるんですよ。それは、位置的に言うと親指の下あたりから、親指と人差し指の間からのところからこう、中指に向かって伸びる線、はい、今ねちょっとね光の加減で見づらいんですが、あのこの線持ってる人って珍しいんです。へえ、私も薄いんですけどあるんです。そうなんだ、はい、でこれはね100人に1人ぐらいしかないんです。珍しいわけだ、はい、だから人生において、はい、こうゼロポイントマイナスポイントになっても、はい、なんとか成り上がって、まあ、多分成功するんだろうみたいに思いながら突き進むっていうところがある線なんですね。へえ、あのマイナスならマイナスでそっちの方が燃えるんですよ。あ、どうですか。そうですね、結構燃えますね。燃えますね。へー、はい、そういうちょっと、ね、珍しい手相も。そうなんだ。こういう人って、まあ、仕事の時間とか寝る時間も惜しんでも仕事しちゃうんです。結構だから夜中に例えばなんかどっか行ってあれしても、あの付き合わなきゃいけないですね。もう朝まで付き合っちゃうとかね。そういうことを若いうちバンバンやってる感じなかったですか。いや、もう記憶はありません。そんな毎日でしたね。ですよね、はい、そういう線を持っています。なんかその夜中までというか明け方まで付き合っちゃうみたいなところが手相で見えるんだ。はいはい。あとはですね、ポイントとしては、はい、ここをあの月球っていうんですけど、はいはい、手首からこの月球のあたり、はい、あのポイントなんですけど、ここね、なんか今日でもちょっとお写真もらった時よりもちょっと薄くなってるんですが、ここが、はい、あの上に向かって伸びる線が2本あるんですけど、これってね、うん、あのカリスマというか、あの 人気、はい、人気というか縦にこういっぱい線が入ってる人っていうのは、人の影響を受けたり人にこう影響を与えてなんか巻き込んで、はい、仕事をする。あ、でもさっきちょっとねおっしゃってましたよね。まさにその手なんですよ。へえ、じゃあ巻き込まれるし巻き込んでいくしっていう両方なんだ。そう、押し上げられるし、はい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 、頭の中が宇宙人なんで、想像力豊か。そうなんだ、はい、そういう手相の持ち主なんですね。なるほど。でましてやマスカケで二重感情線なので、はい、頭の中がもうね次から次へとアイデアも出てくるし、自分の才能がね底抜けなんですよ。もう溢れんばかりに持ってらっしゃる。情熱になった時にはそれをバーンってやる。で働いてる方が楽しい。そういうタイプ。なるほどね。なかなか確かに波乱万丈になりそうな感じのね、うん、ネタがいっぱい。そうなんですよ、うん、めちゃくちゃだからね、はい、あの要素たくさん持っていて、はい、しかもですね、あの頭脳線、こっちの右手の頭脳線も右手の頭脳線、はい、あの先っちょがね2つに分かれてるんですね、はい、だからやっぱり才能豊かっていうところと、あと運命線がめちゃくちゃしっかりと入ってて、はい、
って、マスかけで二重感情線だと、あのなんか M 線って、幸せ M 線っていうのが、はい、普通あんまりはっきり見えない、あの、うんうん、珍しいんですよ、 M 線に見えるって、はい、ところが両手 M 線なので、はい、全てを取る、うんうん、あのなん勝ち取ることができる手を持ってるんです。両手とも M の字がはっきり見える線って、そういうことなんですか？ M 線で一番弱いのが運命線の部分で、あんまり映らないんですけど、はい、くっきりですよね、はい、くっきりですよね、くっきりなんですよね、強烈くっきり、はい、そう、だから、うんうん、あの多分頭の中でこう否定されても、いやいや大丈夫、俺はいけるっていうあの自分を、自分軸をちゃんと持って、へー、だけど人にね合わせることも多いし、うん、義理人情に熱いタイプであるので、うんうん、まあ、ある意味間違ってたらあれなんですけど、はい、人に騙されやすい部分、あの人に利用されやすい部分っていうのを持ち合わせてんじゃないかな、いい人やっちゃうんじゃないかなっていう、合わせるがゆえにね、そう、でも、そうね、でも周りはえって思うかもしれないんだけど、結構ね、はい、義理人情に弱くって何でも引き受けちゃうんですよね。そっかそっかそっか、オッケーみたいな、ちょっとせっかちなんですよね、はい、なんか心当たりありありなお顔されてらっしゃるんですけど今走馬灯のように頭の中、もう、ね、でもね、もうびっくり、人からはあんまり理解されなくてえーって言われちゃうんだけど、でも心の内はそんなので葛藤はしてるんですよね、うん、毎回、うん、あの手相をこういう風に見ていただいたことって過去にありました？ここまで詳しく見てもらったのはちょっと初めてで、ええ、あまりにも自分でもこう、うん、なんとなくこう分かってなっていうところをズバズバ言われるんで、グサグサきてる、グサグサしてて、君だろです。でも似てるんで、ね、そっくりだ、そっかそっか、はい、珍しくアンチョコなしで喋れてちょっと嬉しいです。なるほど、わかりました。あ、本当に素敵なお店をこれからもっともっと発展させていただきたいので、飽きないでくださいね。わかりましたと思うので、さきちゃんのコーナーはこのあたりで、はい、ホームページの方でいろんな情報を見ていただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてください。はい。